はい、えー、皆さんこんばんは。瀬田メンタルクリニックとインチョンマスタユウスケです。はい。えっ、ー、とメンタルクリニック TBA ようこそ。はい。えっ、ー、と前の動画の続きでございます。はい。えー、YouTube でのエディプスの解の件です、えー。内圧は外圧に合わせて自分自身でコントロールしなければならないのでしょうか。だとしたらどういうことを見よことを身につければできるようになるのでしょうか。あと YouTube のコメント欄あまりに皆が書いてな。 書きにくいですというか YouTube での先生のコメントに対する質問をコメント欄で質問した方が良いのか質問箱の方が良いのか分からないですという質問をいただきましたはいで、えー、っと僕はどう答えたかというと、えー、内圧も外圧も一見コントロールできそうで,できないものですなので自分に合ったところに行くのが大事なんですよねコメントはどこでもどこでしてもらっても良いですが YouTube 上だと他の人が見やすい気もしますとあこうですねはい んのこっちゃって話がしますけど、何のこっちゃ、何のこっちゃですよね、この話。もうねこのね何のこっちゃっていう話をねしなきゃいけない、しなくてもいいんですけど、好きでやってるんですけど、っていうのがややこしいですけど、ただ、モデルっていうのはですね大事なのでえします。えーっとですねえっと人間の心をどう考えるのかというモデルの一つでございます。このですね かかりますかこの丸がですね、えーえー、人の心というか自我というか、まあ、自我というとちょっとあの語弊があるのであれですけどあの心を指しているというふうなことですね。で内、えー、圧っていうのがこの心をですねこう、まあ、風船を考えてください。えー、と風船があってこうプーと膨らむで内側からプーと膨らむこの内側からこう出てくるエネルギーを えー、人間の中のです、ね、欲望だったり、まあ、リビドーといったりとかです、ねえー、します。 あのあそうそうそう精神分あの、エリプスっていうのは精神分析が来てるタームなんですが、えー、いろいろその誤解があるといけないんですけど、これは、えー、精神分析のタームで、えー、今、使っておりません。<笑><笑>難しいので <laughs> あの、しません <laughs> あの、しませんから、もうこれは増田完全オリジナルのものと思ってもらっても構いません、もちろんあの、えー、もっと有名なです、ね、偉い先生から教わったことでございますが、あのいろいろ増田がですね、 えっと頭が悪いのであの、えー、シンプル化してです、ね、あのちょっと間違ったことも伝えてしまうかもしれないのでこれは僕1人の個人の妄想だと思ってもらって構いません妄想というかあの妄想というと精神科医学のタームになっちゃうのでよくないので、えー、思いつきだと思ってください。もしくはマスダの、えー ファンタジーというか文学というか文学というとまた語弊があるんですけれど、まあ、あのそういうもんですよ。<laughs> えとですねね、内側から来るこう欲望だったりですね、と、えー、外側から来る社会的な圧ですね。社会だったり親だったり何でもいいんですけれどもその外側のもの自分の外にある世界との、えー、バランスによって自分の心というのは、えー、自分の心自分というのは成立しているものでございます。 で私たちが自分の意識って呼ばれているものとか自分で自由意志っというものはこのもう膜の薄っぺらいところでしか起きてないわけですよ。はっきり言ってですね自分が何かを考えて動いているっていうつもりはなくてですね内側から来るものによって動かされているというモデルですそして外側から来る圧に負けて大きくなって縮んだりしているということですね。 でえー、なので自分で決めてるというよりは外側内側にある圧とですね外側の圧によって人は動かされているものでございますなので自分で決定してるでしてないのでございますよ、えー、で、えー、このバランスが結構大事っていう話ですねだから自分のパワーが弱いと思えば外圧の弱いところプレッシャーの少ないところに行かなきゃいけないですし、えー、自分のパワーがですね強いんであれば、えー、やっぱりですね戦いに行ったらどうでしょうか責任 がありますからね、えー、才能がある人間には、えー、責任があります。えー、なので、えー、社会に、えー、貢献していく責任があるのでございますと。とはいじゃあ、お前はどうなんだって。いや僕は僕なりに頑張ってますよ。<笑><笑>まあ、あのーまあのまそういうことでございます。はいえー、っとですね、それでそれがエディプスの説明ですね。あのーで えー、で質問、もう1回戻りますと、内、あのー、圧は外圧に合わせて自分自身でコントロールしなければいけないのでしょうかと、だとしたらどういうことを身につければできるようになるのでしょうかということですが、一、えーまああのー、場面を僕は区切って言ってるんですけれども、先ほど申し上げたとおり、内圧は外圧に合わせて自分自身でコントロールできるものでは、えー、ございません。 えー、じゃあプレッシャーのかかる状況だからといってですね、えー、自分がもっと頑張れるかというとなかなか頑張りがたいものでございます、あのー、一時的に可能であっても疲弊、えー、して潰れちゃうものでございますなので、えー、バランスを整,整えるバランスよく生きなきゃいけないのでございます、えー、外圧が強すぎたら自分潰れちゃいますからね、あのー 逃げててていくっこことともも大事ででで自自ですすす。し、しそ自自分身がね、誰かの外圧ああることもあり得るりわけですなのでそういう時にはですね人を傷つけてはいけないので、えー、そちらの方もバランスを整えなきゃいけないただそうは言ってもコントロールはできるものではないのでございますなので、えー、双方互いにですね、えー、やっぱり、えー、相手の顔を見ながら自分と相手の距離を取る、えー、ことが大事でございますと。 えーとまあ、それはなかなか客観視できないので、えーとまあ、カウンセリングない YouTube の僕のやつでやはり何でもいいんですけれどあの、えー、時々冷静にです、ね、自分の状況を見て、えー、とバランスをと、えー、に行ったり逃げたりするということが大事なのかなと思いますね、はいえー、とあとコメントはあのどちらでも構いません、えー、とうまくやってください。 はいできれば YouTube 上でやっていただけるとあの後から見直しやすいと思うんですね。えー、と基本的に YouTube の動画はあの僕がこうし、えー、分からないですけどそれは Google さんによるとは思いますが、えー、クリニックある限り消すつもりはございません。年、えー、年後20年後、えー、僕は何を言ってるのか、えー 分かりませんが、多分大きく変わってないんじゃないかなと思っております。えー、その時に見返せるように、えー、そしてその時にもあった情熱が消えないように <laughs>、まあそんなことでどうでもいいのか <laughs>、まあとにかく他の人が見やすいと思うので、できれば YouTube 上にあった方がですね面白いと思います。そして、えー、他の人がですね見た時に。 誰かのためになるんじゃないか、誰かの治療に生きるんじゃないかというつもりでやっております。僕はで100人の人がちょっと幸せになる動画ではなく、自殺しそうな1人の人がちょっと見たときにほっこりするような動画を目指しておりますよ。なので、ご協力ください。コメントも生きると思います。孤独ですからね、孤独な時にちょっとほっこりするものがあればいいなと僕は思って ておりますとはいえっ、ー、とはいえっ、ー、と以上でこの動画は終わりです改めて宣伝させていただきます当院ではエビデンスに基づいた常識的な治療を行います薬は最小限とどめ現実的な問題解決の相談件と心の理解を深める対話を重視しております早いですか早くないですねはい twitter では匿名の質問箱を設置したりデイケアや座談会を設けたら新しいコミュニティ体験を提供します ユ、えーチューブでは、えー、短い診療時間では足りないさら、えー、なる治療体験を提供するために行っております。医学情報の提供や安心感の提供を行っております。もしこの動画を見て、えー、ためになったと思っていただければ高評価のクリックおよびグッドボタン、えー、チャンネル登録をお願いします。ご協力のほどよろしくお願いします。あなたのコメントが誰かの命を救うかもしれません。はい、他にもこんなことを取り上げてほしいなどありましたら Twitter の質問箱に送ってください、えー。DM でのセカンドオピニオンなどのご相談を受け付けておりません。ご理解のほどよろしく よろしくお願いします。はい、えー、そういう気持ちでやっておりますよ。はい、ではまた。あ、取りため。<laughs>